というわけでね、今日は蒜山に来てます。まあ、蒜山といったらこの蒜山大根すごい有名なんですけども、蒜山焼きそばってのももう一つの有名どころなんですよね。まあ、ちょっと今4時ぐらいなんでやってないお店もいっぱいあるんですけど、ちょっとね運転しまして空いてるとこあるかなという感じで、今日はね蒜山焼きそばを、いただこうかなと思います。はい、この青空市があるんですけど、この通りにも何軒かあるんですけど、ちょっと今時間的にやってない17時、まあ夕方の5時ですねからとか、昼営業で終わっちゃったりとかのお店が多いんで、ちょっと蒜山高原の方にちょっと行ってみようかなと。終了しましたと書いてます。やってないですね。夕方とか行こうかなと思ってもやってないお店がほとんどなので、本当にこれをまあ悪い例ですけど参考にしていただければなと思います。夜でも食べれる場所に行ってみます。はい、というわけでちょっとこちらに7時までもうちょっとなんですね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お待ちしておりますので、あそこに内容でしたらこちらで焼きそばでなれます。辛いのお好みでしたら一人前になりますので、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回は岡山県真庭市蒜山にあります山名食堂さんにお邪魔させていただきました。こちらね蒜山なんですけども、 B 級グルメとして蒜山焼きそばがね、有名ということで、他県の方もね来られるということで、こちらの山名食堂さんなんですけども、第6回ゴールドグランプリ、第5回シルバーグランプリを、受賞しているということです。まあ、このね、蒜山焼きそばとは何ぞやというね
人は おられると思います。まあ、こちらね、ヒルゼンというとジンギスカン、ラム肉とかマトンとかが有名なんですけど、その、ジンギスカンに使うタレや味噌ダレを、使って、具材にその鶏肉をね使うことが特徴ということで、最近ではねこのヒルゼン高原のキャベツを入れることがねもうお決まりになっているということです。はい。でこちらなんですけど、このヒルゼン高原自体、まあ、周辺なんですけども、まあ、ほとんどのお店が夕方で閉まるんですよね。はい。まあ、基本的にはその観光目的で来てる人は、まあ、昼のうちにご飯を食べて帰るだろうということで、早めに閉めるお店がほとんどということなんで、いろいろ回ってみたんですけど、ほぼ、14時じゃなくて、16時とか15時になったらお店を閉めてるという状態なのと、もうほとんど周りに車がないということですね。まあ、その中でも山名食堂さんが、17時から減られてるということで、まあ、本来ねその夜、夏と冬場ですね、なんか時間帯が営業時間が全然違うということで、まあ、この12月からの、この時間帯載せてるんですけど、主にそのスキー客 をターゲットに当ててるかなということです。はい。まあ、今回こんな感じで、お伝えしました。営業時間が、10時半から昼の14時まで、でそこから休憩が入って、夕方の17時から、夜の19時までということで、もうほぼ2時間とか、3時間4時間ぐらいしかないですけども、ぜひ皆さん、時間を合わせてね行ってみてください。というわけで、今回ありがとうございました。それでは失礼いたします。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。